こちらアメリカのオークローンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。白馬揃った、綺麗なスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。サイフォン前に行きそうです。ギャロップベスト、それに続いています。さらにはノーザングライス、8番ケイポスティンガー、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはデヒア、その外からケイポスティンガー、すぐ後ろにノーザングライス、ライブリマウント、 B1 です。すぐ後ろにキャプテンシュペール、その外からカリビアンチャーマー、その後ろにファイブヒーロー、さらにはプリマデプティ、その後ろにサクセスマーメイド、ブロッコ、それに続きます。しんがりからプリンセスドーム、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番サイフォン、レースを引っ張ります。ギャロップベスト、すぐ後ろ黒の帽子デヒア、その後ろすぐ隣にグランパズシュタイン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてサイフォン、ケイポスティンガー、ほとんど差がありません。間を挟んでギャロップベスト、3番手ライブリマウント、 E1、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はケープスティンガー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はデヒア、残り 100m、 デヒアさらに突き放します。2番手はファイブヒーロー、先頭はデヒア、1着でゴール、デヒア1着、2着にはどうやらブロッコ、勝ったのはデヒア、見事な勝利です。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠の桜栄光王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。メジロバルカ、これは好スタート。ハイキブリザード、この馬も好スタートを切りました。ギャラントバック前に行きそうです。メジロバルカ、それに続いています。さらにはケアレスピクシ、5番セイピーク、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。カネツクロス、先手を取りました。その外にギャラントバック、さらには桜栄光王、その外にオータムリーガル、並んで5番セイピーク、ケアレスピクシ、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のナリタブライアン、後方につけています。サクラローレル、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から、先手を取ったのはカネツクロス、その外にギャラントバック、アドマイヤーライブ、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはカネツクロス。さあ先頭は依然として4番カネツクロス、ギャラントバック、ほとんど差がありません。アドマイヤーライブ、3番手ナリタブライアン、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続も追い上げていきます。さあ先頭はカネツクロス、オータムリーガル、その後ろ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。カネツクロス先頭、残り 200m、 カネツクロス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ナリタブライアン抜けた。2番手はオータムリーガル、ナリタブライアン1着、ナリタブライアン1着、2着はオータムリーガル。これが世界の実力だ。ナリタブライアン